問題、日本のトイレットペーパー年間消費量は。生活の違いから男と女に分けるのは妥当だろう。まず男性の場合、一巻約1メーターを3回繰り返し1回の台を済ませるとし、台は1日1回とすると1日あたり約3メーターと換算される。一方女性の場合、台は男性と同じとし、小では約1メーターを2回で1回の小を1日5回繰り返すとすると小は10メーターと換算される。したがって男性の年間消費量は365日に総人口の半分をかけて700億メーター。女性も同様に3000億メーターとなる。よって日本のトイレットペーパー年間消費量は約3700億メーターと見積もられる。ビジネスの思考方法も学べるサイト、日経 BP オンラインアソシエ。